こんにちは、菊池舞子と申します。よろしくお願いいたします。私は客室乗務員として国内線国際線を乗務した後、ホテルに入社をいたしまして、コンシェルジュとしてお仕事をしました。現在はですね、その経験を生かしまして、接客のアドバイザーですとか講演研修のお仕事をしております。よくノーとは言わないサービスというふうに言われるんですが、本当にその通りで、10人のお客様がいらっしゃれば、お客様の要望も10通りです。もちろん中にはですね、無理難題もあるんですけれども、それに対しても決してノーは言わず、何かしらのご提案、できる限り最善のものをですね、お客様に感動していただけるレベルのものを提供できるように仕事をしておりました。例えばたくさんあるお仕事の中で、レストランのご紹介一つとっても、予約の取れないレストランもコンシェルジュさんに言えば取れると思っていらっしゃるお客様に対してもノーは言わずに対応できることを考えたり、あとはですね、サプライズのご相談、お客様にとっては一生に一度のプロポーズという大切な場面でも、私たちが一緒にですね、仕掛け人となって、一から考えていくというようなのも大切なお仕事の一つです。コンシェルジュにとって必要なもの、それはですね、知識はもちろんですし、表現力、想像力、経験もすごく大切なことです。ただですね、実は私は一番大切なのではないかなと思うのは、そのコンシェルジュの提案するサービスにその人らしさ、私らしさが入っていることではないかなと思います。マニュアルだとかルールだとか、正しいことを正しい通りにやる時代というのが今までありましたが、これからは自分で考えるというサービスが大切になってくると思うんです。5人のスタッフがいたら5通りの答えがあっていい、自分らしい答えでいいと私は思っています。その自分らしいサービスをした結果、それに喜んでくださったお客様はまた私がいるところに必ず戻ってきてくださるということを実感いたしました。これからほとんどの職種がロボットに変わられると言われている中で、わざわざ人に接客をしてもらう意味というところにが大切かと思います。それはお客様をその場その場で見て、スタッフ自身がそのお客様にとって何ができるかということを自分で考えることではないでしょうか。どんなに特別な訓練を受けた方、どんなにスキルの高い方であっても、私は心身ともに健康でなければ心からお客様の心に響くサービスはできないと思っています。そのためには自分の心と体にきちんと耳を傾け、自分自身のことを大切にするところから接客の大切なことは始まるのではないかなと思います。